今日の最高気温26度。こんな日はあれが飲みたい。コンビニで缶ビール買ったら217円。ちょ待てよ、生ビールいつでも毎日200円で飲めるとこあったやん。缶ビール飲むなら生ビール飲みたい。はい、どうもポンポンです。すいません。せっかくやったら缶ビールより生ビールで飲みたい。はい、どうもポンポンです。本日は久しぶりに大阪の天満にやってきました。今日はですね、JR 天満駅降りて徒歩すぐの場所に毎日いつでも生ビールが200円、そして会員になると180円で飲むことができるお店があるので、今日はそちらで喉を潤したいと思います。 JR 天満駅を出てまずマクドナルドが見えまして、その隣の路地を入っていきます。見えてますよね。見てこれ、生ビール1杯200円。今日は新鮮ホルモン酒場ゴッツさんに行ってきます。あ、ありがとうございます。最初の何者からお伺いしますか。はい、いかがなさいますか。生でお願いします。はい、お待ちください。ありがとうございます。グラスもキンキンですよ。それでは今日もお酒飲んでる方を一緒に飲みましょう。お疲れ様です。ゴッツさんよく来られるんですか。はい、来ます。もうじゃあ会員価格で、もちろん今までは貼ってたらいいね。これからは LINE 登録。あ、そうだったんですね。はい、ぜひ、はい、登録しておきますね。登録しておきます。美味しいんで、ぜひ。ありがとうございました。このゴッツさんの LINE 登録をしておくと、次回から生ビールが会員価格の180円でいただけるそうです。名物のクーズ、はい、これはなんかいろんなお肉が、そう、野菜が入ってるんですか。うちのお肉を、まあ、あのお客様にお出しするときの形にするためにどうしても切るんですけども、はい、そのときにどうしても端材という形で、あの周りのお肉と食べてきます。そういうところも良くなっていう形でA4 から A5 ランクのお肉自体は、ね、はい、あ、じゃあそれと、はい、極みてっちゃん、極みてっちゃん、はい、極めてっちゃんなんですけども、当店のホルモンはホルモンダレで召し上がりいただくか、はい、焼き上がり後に塩昆布を使っていただく塩化で味付けが選べるんですけども、どちらですか。じゃあ塩昆布で、はい、ご注文。はい、はい、初めて来ても生ビールが200円って、ね、それはコンビニで買うよりおっさんとは。ヤンニョンジャンと紙エプロン、おろしニンニクはスナップしていただけるそうなので、せっかく焼き肉なとこかな。いつも焼き肉で食べるときにあの白い服着てたんで、今日はちゃんと学んで黒い服着てきました。はい、おお、炭火でいただけるんですね。はい、こちらが極みてっちゃんでございます。こちらが名物クズでございます。はい、焼き上がり後お肉とご一緒にお召し上がりいただきます。フルコッチがついておりますので、よかったらご利用ください。ごっつ楽しむわな。まずは突き出しからいただきます。うん、かっぱい。もう一杯。生ビール200円だけでテンションが上がるのに、次炭火で食べれる、それでまたテンション見上げ、はい、お腹が上がりです。はい、ありがとうございます。
10センチ程度しか取れない油プリプリのてっちゃん、いただきます。塩昆布でいただきますね。はい、うん、脂身たっぷりすぎててっちゃん行方不明。こんな美味しいお肉を目の前にあるのにご飯を頼まないってありえない。端くれのお肉とはいえ A4 から A5 ランクのお肉ということもあって美味しそうやで。お野菜付きっていうのがまた嬉しいですよね。うわー、です。店内 BGM に合わせて踊っているこの曲名は何？君はクズなんて言わせないよ。普通焼肉屋さんに行ったら生ビール大概450円ぐらいするじゃないですか。まあ安くても380円です。ええお肉に生ビールが200円で飲めるって。ありがとう。はい、ライスショーやってきました。こちらで150円です。ヤンニョンジャンいただいたのでちょっとヤンニョンジャン好きで、オリジナル丼作りましょう。そしておろしニンニクを入れて、ちょっと辛いピタカペラスを入れて、そしてたっぷりのネギをどんどん乗せちゃって、タレをちょっとかけて、オリジナルクズ丼。ライン登録をすると赤コロまたはタンカルビを3機でプレゼントしていただきます。ライン登録を始めてしたのでタンカルビいただきました。柔らかくタレが濃厚である。なんと本日お会計は2470円でした。たらふく楽しんだのに2500円でお釣り返ってくるの嬉しすぎますね。いや、ありがとうございます。
素晴らしいです。お客様が見えなくなるまでお見送り。生ビール安い、接客抜群、お肉の種類用意、もう文句なしです。1人でもグループで行っても大満足できるトツさん、ぜひ皆様行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。ゴッツさんのくず極みてっちゃん食べたい、そして生200円で飲みたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。缶ビール飲むなんだ、缶ビール飲むなんだ。一つがクズ、クズ。この LINE 登録をして、この LINE の、このゴッツさん。今度、A 肉いただきました。なんやかんや、紙でプロン。なんやかんや、紙でプロンか。なんやかんや、紙エプロンがあって、よかった。